こんにちは。中高年の味方、じじ、雄三です。久しぶりの投稿、なります。今日はグリコのですね、皆さん野球好きな人も嫌いな人もいろいろいらっしゃると思います。またチームもですね、好き嫌いもあると思います。今回はですね、グリコのですね、8周年、阪急ですね、阪急タイガース、スマイルビスコということで取り寄せました。これにちょっとサービスでですね、牛の赤ワイン煮込み用とかも2個ついてます。まずですね、ちょっと、これですね。すいません、これです。わかりますかね。阪急タイガース、球団創立80年記念ということで限定品になります。ビスコですね。これとですね、一緒にですね、サービスでですね、サービスでこの牛の赤ワイン煮込み、これが2個ついてました。これはサービスだと思います。こういう感じでですね、今回はですね、私が阪神を好きだとはちょっと、阪神も好きですけど、巨人も好きですから、すいません。こういう感じでですね、すごいですね。これは上本、新井でしょ。すると山本ですよ。岩崎でしょ。で、鳥谷、岩田、すみません、見えませんかね。ゴメスでしょ。メッセンジャーでしょ。マートンまでありますね。全部あるんですかね。のですね。次からちょっと出してますね。こんな感じで出してます。ですね。和田さっきありましたかね。こういう感じで、これがですね、箱の中にですね、数は、数はいくつ入ってますかね。ちょっといくつかわかりませんけど、こういうことでですね、野球の こういうのがいろいろ入ってますもんね。すいません、こうですね。でも結構、48個ぐらいですかね。そういうことありますね。で、ほとんどの、そのメンバーというかですね、こういう感じでありますからですね。ちょっと食べるのはもったいない気がしますかね。来ますから、もう今日は開けません。こういうことでですね、そういうのがですね、あります。さっきの牛の、牛のあれは何ですかね。これが2個ありましたね。ソースカレーですね。これはサービスだと思います。さっき言ったこちらのがですね、すみません、こうです。反対、こうですね。こちらが主力でついてます。限定品ですからね。これが要するにグリコから記念に出した分です。要するに80周年です。80周年になります。そういうことで、ビスコ、あんま好きとか嫌いとかないんですけど、こういうことで取り寄せてみました。ちょっとあまりですね、歯切れの良くない投稿ですいません。これで終わります。